カフェを探してね、チャイナタウン中華街に来てるんですけれども、雨降ってきました。車降りた瞬間なんで、このタイミングでって感じなんですけどね、まあ、カフェ探していきます。まあね、カナダ人ってね、ちょっとの雨ぐらいでは傘ささないんですよ。さしてたらどないしたみたいな感じになるんで、私もねそこはちょっとカナディアンナイズされて、これぐらいの雨やったら傘なしで行きます。で、なんかチャイナタウンってね、ちょっと前までってか、まあ、今もですけど、そんなに治安のいいエリアではないんですけど、最近ね新しいカフェとかめっちゃおしゃれなカフェが増えてるという情報を得ましてですね、今日はちょっと散策してみたいと思います。もちろんめちゃくちゃステイセーフでマスクもするし、まあ、危険なところに行かないようにしてということで、皆さんにね今日はちょっとチャイナタウンのカフェ事情をお伝えしたいと思います。はい、ここら辺からがですね、チャイナタウンの一角でございます。結構広いエリアでございます。はい、バンクーバーってね、昔は日本人街もあったみたいなんですけれども、第二次世界大戦の後ね、その日本人街っていうのはほぼなくなってしまって、まあ、でもこのチャイナタウンのエリアは中国らしい雰囲気が残ってます。私がね中国語読めたら、ここ何書いてるか分かるんですけど、なんかこのビルとかも中国語書いてます。入り口になんか乾物屋さんとか、あの麺屋さんが多いな。人参の人みたいな、人参屋さんかな、なんか分からんけど、あ、そうやね、人参屋さんですね。渋そう。やっぱ雨降ってきてるんでね、あの、まあ、それも関係なくか知らんけど、人は少ないです。大阪にありそうなおばちゃんの服屋さんみたいな感じ。めちゃくちゃやっぱカラフル。10ドル1枚、安い。こっちなんて5ドル。ちょっとね、落書きが目立ちますね、ところどころ。はい、あそこはねお肉屋さんかな。火鍋のなんか焼きチャーシュー専門店みたいなの書いてます。お店の中にぎわってます。こっちはね海鮮屋さん。今はちゃんとお魚とかもね袋に入って売ってますわ。あ、ここすごい中国っぽい、あのお祭りのランタンみたいなのいっぱい売ってる。でこうやってね普通にモダンなマンションとかももちろんあります。でこんな今時のヘアサロンもありますね。カラーしてはるわ。あ、ラーメン屋さん見つけました。初めて見つけた。ラーメンブッチャーですって。うん、でその横のビルめっちゃおしゃれちゃいます。この黄色いビル、なんか日本にありそう。いいともって書いてる店ありますわ。いい友達できるんかな言うてね。あ、何これ、日本投稿って書いてます。どういう意味なんでしょうか。ここになんかチャイナタウンのヒストリーが書いてますね。はい、ちょっとお時間ある方呼んでみてください。あ、ここもねおしゃれなカフェやったんですけど、あ、今閉まってます。一時閉店みたいな感じ。でもねこの辺りはちょっとね危険なエリアと隣り合わせなんですよね。何も余計なとこ行かなかったら大丈夫だと思うんですけれども、初めて来られる方とかはね分からずにちょっとこう歩き回ると危険なエリアも結構近くにあるので気をつけてくださいという、それだけお伝えします。知らんけど空のパスタの袋を置いてるんですけど、どういう意味。雨結構降ってきました。やめ、雨やめ。うわ、てかここの乾物そのままや。このコロナ禍でもここのお店自分で取るスタイルです。このビルもめっちゃ味ありません。なんかいい感じね。乾物屋さんがそれにしてもめっちゃある。ライバル店多すぎません。見てください、お肉がぶら下がっております。北京ダックですね。以外にもなんかいっぱいぶら下がってる。中国スタイルの狛犬でございます。明けましておめでとうございます。北京ダックはですね、ホール全部1羽で23ドルですって。あ、意外と安いんや。もっと高いんかと思ってました。なんか書いてます。受けたまわります。節なんちゃらかんちゃら、豊かに金イノシシチャーシュー、ほんでメイロ、美味しいって書いてます。とにかく美味しいんです。これ映画とかでなんか最後追い詰められるところですよね。ボコボコにされるとこですよね。あ、なんかあの角にもなんかおしゃれそうなカフェ見つけた。また乾物屋さんやん。みんなこんなライバルばっかりおって、どうやってね商売してはんねやろ。大元安いってことでしょ、大セールってことでしょ、あれ。
これ落書きかと思いきや、これはなんかアートかな、綺麗。あそこのカフェは中でお茶できるみたい。はい、まあでももうちょっとちょっとね、もうちょっとちょっとチャイナタウンを歩いてみたいと思います。でもね、よく似たお店が多い。とにかく、あ、日本のお弁当屋さん発見、満腹ですって。こんなん初めて気づいた。こういう感じ、唐揚げとか。誰やこんなんしたん、これ。悪いことしな。今のところ皆さんに乾物屋しかお見せしてないですよね、多分。まあでも実際ほんまに乾物屋さんしかないんで、ごめんなさいね。ミートストアです。なんか犬、あ、犬ちゃうか、あれ、あ、北京ダック的な、こういう感じね。基本的にぶら下げてあります、なんか。はい、おね乾物屋さん。後ろにね、ダウンタウンのビル群が見えます。ダウンタウンからね、結構近いんですよ。娯楽城見つけた、娯楽城、娯楽の城ですからね。ここのビルもおしゃれ、グリーンの窓枠。大阪のおばちゃんはね、緑とは言わない、緑はグリーンなんです、大阪のおばちゃんの中では。はい、サイウーもありますね。何の店かは知らんけど、セイヘイカフェもあるわ。でもやってないんちゃう、セイヘイカフェは。やってるわ。チャイナドレスのお店もあります。私昔ね、ちょっとだけ高校生の時中国語勉強してたね。ほんまにちょっとだけね。めちゃくちゃ下手くそな喋れます。行きます。おいしいルーベンメン、おいしいし韓油、你喝茶吗？お茶在タバン、タバン、わかんない。このね、姿勢みたいな、このアップダウンがね、難しすぎて、いつもこう中国人の友達とかにあのこれを披露してもね、はーって言われるんで、お腹にやるのやめました。はい、でもぽく聞こえませんでしたか？いや、お茶飲まん言うて、お茶飲みますかって意味です、多分ね。で、ここにね、中国庭園っていうのかな、中山公園がございます。台湾にもこういう名前の公園ありませんでしたっけ。なんか中はね、もう入れないんですけど、綺麗なね、中国風庭園になってます。昔入ったことあるんですけどね。こういう感じ、ちょっとまあ日本庭園っぽい感じもしますけど、うん、竹とかが生えててね、結構広い公園なんですよ。たまにね、バンクーバーに来られる方とか、留学しようとされてる方からメッセージ昔いただいたことあって、なんか絶対持って行った方がいいものありますかとかってよく聞かれたんですけど、おすすめはこうやってレインジャケットにもなるようなね、コート、こういうやつおすすめです。バンクーバーの人、さっき言ったみたいにあんまり傘ね持たなかったりとか、小雨やったらもうこれフードかぶって終わりなんで、フードついてるこういう生地おすすめです。その先のね、門が、もう中華街、世界中どこ行ってもこの中華街あるとこにはこの中華門があると思うんで、中華門っていうか知らんけど、門があるんですよね。で、それより先がダウンタウンエリアになります。で、私がおる側がね、中華街になります。で、その目の前のちょっと派手な看板見えますか、ジャック・チョー・インシュランスって書いてる、あのね、緑のこのビルでしょ、ここの、あのビルね、この横のビルと一緒じゃなくて、これはこれ一つのビルなんですよ。ほんで、私の記憶違いじゃなければ、多分これがね、ギネスブックに載ってる世界で一番薄い細いビルです。意味わからないでしょ。やっぱりね、スキニエストビルディングインザワールドって書いてるので、これ世界で一番スキニーなビルディングでございます。中こんな感じ、こんだけの幅です。でもこれがギネスブックに載るって謎ですけどね。チャイナタウンなんで、この標識にもちゃんとウェストペンダーストリートの上に中国語でなんか書いてますわ。ちなみにね、この靴2本で買ったんですけど、これレインシューズ的な感じ、見て、2層になってるんですよ。ほら、なんかこれウォーターシューズみたいな、絶対水入ってこえへんの、おすすめです。もうバンクーバーの必須アイテム。今日はここプロパガンダコーヒーに行くことにします。なんかこんな感じ。はい。It's a chai, it's chai latte or just a with a milk, right? Okay, I'll get chai and matcha latte. Six is fine.
はい、ということでカフェ着きました。あの私のバックグラウンドなんもないけど、まあ、こういう感じおしゃれでしょ、ね、ということで、抹茶ラテとチャイラテとあとオリーブオイルケーキという謎のケーキとあとショートブレッドを頼みましたのでご覧にいたしましょう。はい、こちらがですねオリーブオイルケーキでございます。なんかスポンジケーキっぽい感じ、ちょっと端っこ食べちゃったんですいません。でこちらがショートブレッドです。なんかねお皿とかは今提供してないらしくって、この紙の袋しかいただけませんでしたが、まあ、この上で、まあ、ボリボリ食べたいと思います。ペーパーカップも可愛いロボット。こちらチャイラテでございます。めっちゃいい香りする。ん、いつも飲んでるチャイラテと味が違う。入れてるスパイスが違うんかな。美味しいけどまろやか。そしてこちらが抹茶ラテ。こっちも美味しそう。あ、甘さ全然控えめ。あ、でも美味しいわ。ミルクの甘さで勝負って感じで。ショートブレッド、ショートブレッドはショートブレッドですね。あのイギリスのめちゃくちゃなんか内容濃いケーキ、あのケーキクッキーみたいなやつ。美味しいけどこれめちゃくちゃカロリー高いですからね、ビビるくらい。オリーブオイルケーキって結構名前がガーンって感じですけど美味しい。優しい感じ。甘み抑えめのシフォンケーキです。言うてる間に夜になりました。はい、ということでね、カフェでケーキと飲み物食べてお腹も OK ということで、雨もねだいぶ止みましたわ、カフェいる間に。ということで今日はチャイナタウンのカフェ事情というか、まあ、チャイナタウンこういうとこやでっていうのをお送りさせていただきました。日本はね、あの緊急事態宣言がいろんなところで出てて外出がね今できないような状況だと思うんですが、あのこの動画でねちょっとでも海外に来たような気分でご覧いただければと思います。ということで家帰ったらまたねちゃんと手洗ってうがいしてしっかり睡眠とって体体調万全に整えていきたいと思います。ということで今日も動画見ていただきましてありがとうございました。皆さんもねステイセーフでお体気をつけてお過ごしください。ではまた次の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。